緊張する。なんで締めろ。今日は、千葉県八街市に鎮座しております八街神社に来ております。ここの神社どういった神社かと言いますと、チームワークを強化したいあなたたちへ紹介したい神社でございます。それでは行ってみましょう。チームワークですか。そう、あのね、ここそもそも八街って明治になるまでほとんど何もない土地だったんですって、はい、でそこを開拓した町ができました、はい、そしてそれを八街と名付けた。その団結力のおかげでこの土地、そしてこの神社が成り立ってるんですよ。そこから受けれるものをぜひチームで何かプロジェクトを成功させなあかんとか、で分かりやすく言うと野球もチームプレー、サッカーもチームプレーじゃないですか。そこにね、ここの神社が建てられたストーリーを聞くと合ってくるんじゃないかなと思っております。はい、このさっき開墾開拓みたいな話がありましたけど、これ神社ソムリエ的にね、ここね、千葉県八街市でしょ、だけどね、北海道の神社と同じ雰囲気を感じるんですよね。で北海道も明治時代に開拓された土地なんですよ。新しくできた神社ということで、まあいろんなものが、神社という大きい括りの歴史的にはまだまだ若いんですよね。参道とか灯籠とか鳥居とか、あとね、割と平らじゃございません。まあ確かにね、この平らさとかも新しくできた神社なんじゃないかなという雰囲気を味わうんですよね。でもさっき僕は言ってますけど、開墾開拓とね、言ってますけど、そういったところも北海道となんかちょっとつながるんで、こっからね、かき分けて運を開いていくとも言えるんじゃないかな。その運を開くのもやっぱりこれだけの場所を開くのは人一人ではできません。チームワークが必要なんですよ。なんかこう運を開いていく、それは何人でチームで今そうやって戦っている皆さんにご紹介差し上げたい神社ということで、今日八街神社でございます。それ参拝させていただきます。今回はですね、こちらの神社の神職の方にお話を伺えるということですので、早速行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは、佐々木さん。お待たせをいたしました。よろしくお願いします。お参りくださいました。八街神社宮司の大野さんでございます。大野と申します。よろしくお願いいたします。僕今見てくださってる皆さんに、実はこの神社どういうふうに紹介したかっていうと、チームワークを強化したい皆さんへぜひっていうような言い方をしたんですね。なぜかというと、八街という町がまず開墾開拓でできた町ですよね、はい、切り開いていくっていうのは一人ではできなかったはずで、はい、多くの方たちがやっぱり汗水垂らしてこの町を作ってくれたんだと思うんです、はい、その時に精神的支柱やったのがこの八街神社ではなかろうかと思ったんですけど、非常にいいところに着目していただきましたね。ありがとうございます。ほぼ正解です。ほぼ正解ということはまだちょっと余白がありますか。はい、そうですね、それをまとめたものがこちらです。あ、まあ、すぐ まだですか。ほんまにあるんですか、まとめて。ちょっとやりたかったんで。ありがとうございます。嬉しいです。開墾開拓の時に創建されたって僕は聞いてるんですけど、はい、ということは京都で神社っていうと勝手になんかね、何百年千年とかっていうのを思い浮かべたりするんですけど、この神社まだ若いんですよね。ものすごく若いですね。ものすごく若い、まあ、約150年。150年、あ、だから明治とともにぐらいの。そうです。だまだその作った方たちとか、この八街を切り開いた方たちの思いが直接感じられる年代
かなと僕は勝手に思ってるんですけど、あのいろいろな言い伝えがですね、はい、今になっても、聞こえてきますね。八幡ではですね、西村家という王子がありまして、はい、その西村家がですね、その開墾のリーダーだったわけです、うん、でその方の出身がですね、埼玉県の大宮氷川神社がありますよね、はい、その近辺の方だったんですね。うん、ですので八幡に神社をとなった時に、そちらからお御霊を分けていただいて、この地、まあ、当時はこの場所ではなかったんですけども、また違ったところにですね、お御霊を分けていただいたと。そしてまたさらにこの地にですね、誕生されたと。だから神様が大宮氷川神社と同じ神様なんですね。そういうことです。その当時東角井さんという方がですね、はい、やはりここに来られて誕生していただいたとか書かれておりますね。今も大宮氷川神社の宮司さん東角井家ですよ、ね、はいはい、その東角井さんも。そうです。だから辿っていったら、だそういうのもだから千年とかいうスパンじゃなくて、割と辿りやすいエネルギーがね、まだ感じられるお社ですよね。はい、そのように捉えていただければよろしいかと思います。単純な疑問なんですけど、八幡氷川神社にはならなかったんですね。そこがまた八幡神社、ね、不思議なところですよね。不思議ですよね、はい、八幡という町の名前を前面に押し出してですよね、ということですよね。地元の人たち、その開いていった大人数の人たちがどれだけ八幡愛してたかってことですよね。そうですね。ちなみに大野さんも八幡ご出身。そうです。ですか。はい。目力強い。学生時代は何部だったみたいなのあるんですか。学生時代はですね、はい、ラグビー部にちょっと入った時。いや、想像通りじゃないですか。で、僕ね、はい、バイクも好きで。あ、乗られるんですか。そうなんですよ。バイクで神社巡ったりする時もあるんですけど、はい、今日参拝させていただいたら、はい、ずっと参道にライダーズ神社って旗が あったんですけど、ちょっと見に行っていいですか。あれ、あれ気づいちゃいました。気づきました。そうですか。この旗なんですけど、はい、どういう意味なんですか。ライダーズの神社。バイク乗る人たち、僕今言いましたよね、はいはいはい、あ、はい、バイク乗る人たちに優しいよってことですか。はい、実はそういうことなんですよ。この八幡神社はですね、はい、見ての通り台地なんですね。北総台地、真っ平らな土地がたくさんあるんですよ、はい、でまあ、神社は山の上にあるようなところが多いんですけども、なんかそんなイメージあります、はい、バイク乗りの人たちがですね、お参りに来るのに非常に入ってきやすいスペースなんですよね。確かに僕全国の神社行きますけど、おっしゃったように段になってたり、駐車場が少ない狭いところもたくさんあるんですけど、八幡神社駐車場、これ車何台入れるんですか。150台ぐらい入ります。150台、はい、バイクやともうその倍は行きますよね。そうですね。広。そして目の前の道から参道まで完全なバリアフリーですよね。そうなんです。お年寄りに優しい。でさらに、はい、ライダーズにも優しい、はい、でもあれですね、今日ちょっと時間が早いんで、ライダーズ、はい、そんなに集まってないですけど、集まる時ってあるんですか。あるんですよ。去年このライダーズ神社のこの旗をですね、はい、旗揚げ日があったんですね。去年からやったんですね。はい、11月の7日だったんですけど、あ、じゃあもうまだ1年経ってないですね。経ってないです。はい、でその時の旗揚げに何台ぐらい集まったんですか。その時はもう60台70台バイクが集まりましたね。うわー、そんな集まったんですか、はい、でもなんか今日ね、はい、ちょ時間が早いから、全然なんかまだねいらっしゃってないじゃないですか、なんかその時の景色壮観だったでしょうね。なんか見たいな。見ます。 あるんですか。 ありますよ。え、はい、その写真がこちらです。これ誰か突っ込む人がいないとどうしてもやりたかった。ちょっと実はリクエストしちゃったんですけど、ね、いや、じゃあ僕から やっていただきましてありがとうございます。いや、そんなに集まりますか。そうですね、はい、それでライダーズ神社ってことですか。 それ千葉で何社目だったんですか。千葉で2社目です。どんどん増える可能性もあると。ありますね。じゃあバイク乗ってらっしゃる方、あとエンジンついてなくてもロードバイクの方も来やすいんじゃないですか。そうですね、ここはいいところだと思います。そういう意味では、で平らやしっていうのでね、はい、どんどん来ていただきたいですよね、はい、でもまあね、はい、十分その写真も見せていただきましたし、はい、いろんなお話も伺ったんですけど、
普段は見せてないよっていうのは見せていただけたらなんか嬉しいなって思ったりとかするんです。じゃあ特別に、え、いいんですかいいんですか、特別にお見せします。あの、どこですか。ちょっとあちら歩きます、はい、一緒に、はい、じゃあぜひお願いします、はいはい、特別です。僕バイク乗るって言ったじゃないですか、はいはいはい、平屋っていうのも知ってて、八幡走るんですけど、ちょっとこうネガティブなイメージっていうか砂ぼこりのイメージが結構あるんですよね、八幡っていうと。あれなんていうか知ってます、名前あるんですか。だって砂、はい、煙、砂ぼこりじゃないですか。八幡ぼこりです。八幡ぼこり、八幡ぼこりです。ほんまに言うてるんですかみんなみんな言ってた、はい、あの八幡ぼこりのおかげで、うん、八幡のいろんな特産物が出来上がってるんですね。八幡の特産物って、まあ、有名なのは落花生とかですか。落花生、はい、それから生姜、生姜、そうですそうです、生姜も知ってます。はい、脂質があるんですね。そうか、はい、その八幡ぼこり云々って僕ら人間はわーってなりますけど、はい、土質か、はい、それで落花生が美味しく育つっていうことなんですね。そうなんです、はい、あ、じゃああれ必要だったんですね。そうです。で、はい、連れてきていただいてたところシャッターなんですけど、はい、もしかしてこの奥ですか。はい、緊張する。なんで閉めろそんないらないです、そんないらないですよ。びっくりした。すみません、じゃあもう一回行きます。だからやるときはやるって言ってくださいね、はい、あららら、はいはいはい、おみこし。そうです。ですよね、はい。でこのおみこし普段はもう出てないっていうのは分かるんですけど、もしかして何年も出てないとかですか。もう2年出てないんですよ。2年も出てないですか。はい、台風、はい、コロナで、あ、にぎわい行事ができなくて、はい、まあ2年残念ながらおみこし出さずにこちらに収めたままという。じゃあもうこのチャンネル、これを機会におみこしだけでもちょっと見ていただければということで、はい、ご利益ございますので。あ、なるほど。このおみこしはいつ作られたものですか。昭和の31年、こちらに奉納されたものでございます。奉納されたもの、はい。これ鳥居のところの竜の彫りもすごいですよ ね。おみこしの大きさは大きくないんですけども、はい、一つ一つの作りが細かく丁寧に作られていて、まあ、価値が高いと言われておりますよね。このおみこしといえばやっぱりこの八幡神社の氏子の方たちのもう象徴みたいなもんですよね、はい、そうなんです。でも八幡神社のその氏子地域って結構広いと思うんですけど、はい、その人数に比べてちっちゃいなと思ったんですけど、ええ、全員が一気に担げるんですか。いやいやいや、7年に一度だけしかね、チャンスが回ってこないんですよ。あ、じゃあ7地域とかで回してるんですか、はい、そういうことです。輪番制で毎年担いでいただいております。へえ、はい、じゃあ7年に1回しか担げへんくて、去年担げなかったところはもう1回スルーしてしまったということですよね。あ、じゃあストップしなかったんですか。はい、じゃあ次14年後。そうですね、はい。うわー、これじゃあ地元の方にとっては本当担げるってもうちょっと誇りなんじゃないですか。いや、もう本当に皆さん喜んで担いでいただいております。はい、隣八幡町って書いてあるんですけど、だって八幡神社で出てるおみこし、まあ、太鼓、はい、八幡町なのは当たり前なんじゃないですか。これこれが当時、はい、行政も一緒になって盛り上がってたんですよね。ですから行政の方でもいろいろと工面をしていただいたと。あ、そういうことなんですね、はい、当時の八幡町で所有してたってことですか、はい、そういうことですね。なるほど。だからもうその開拓開墾する人たちの、はい、もう思いも詰まってるし、それでできた町で、まあ、少し余裕ができたらそれをまた神社とか、はい、おみこしとかにみんなが戻してたと。そういうことです。チームワークの社会の循環がこの神社を中心に連綿と150年続いてるってことですね。そうです。ですから台風があっても、はい、このコロナがあってもそういったものに負けずにまたチームは復活すると信じております。八幡の歴史とか思いがここに
ギュッと詰まってるわけですね。その通りですね。ああ、貴重なもん見せていただきました。これは、こちらをはじめ全国の神社はもうおみこし見てほしいはずですよね。担ぎたいですし、汗をかいて、皆さんでもう本当にね、肩と肩をぶつけ合いながら、担いで練り歩いて、神様を担いでですね、ご利益を配って歩きたいというのがお気持ちでいっぱいなんじゃないかなと思いますよね。大野さん、祭り感めっちゃ出てます。そうですか。祭りの話するときに目が変わる人は多分本物の祭り好きやと思うんですけど、神主側じゃなくて、担ぎ手側で参加したいなっていう感じですか。いや、もちろんありますよ、それは。あ、大変にぎわうんでしょうね。にぎわいますね。そのなんか様子ってあるんですか、写真。ありますね。あるんですね、はい、それ見せていただくことできますか。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、その写真がこちらです。お祭りの時はもうエネルギー爆発でこの神社を中心に盛り上がるんです、ね、そうですね。こちらの神様がここに鎮座されている意味をやはり大野さんから伺って、また参拝することによってこのチームワークにあやかれるんじゃないかなと思いましたね。はい、あやかってください。あやかります、はい、あの一回一回目力すごいですか。佐々木さん、それで、はい、今のおみこしのまあ後なんですけども、はい、ご紹介したいものがあるんですよ。はい、境内ね、はい、歩いてますけど、あそこ何見えます？あそこ、はい、え、木というか土の坂みたいなのありますよね、違うんですよ。いや、違うことないですよ。これどう見たって土の壁っていうかなんか坂道じゃないですか、はい、いやいや、ちょっとねご紹介したいんで見てみましょう。え、はい、実はこれ土手になってるんですよね。土手、はい、土盛りされてるんですよ。へー、あ、じゃあその人為的に作られたものってことですか。そういうことです。あ、ほんまに切れ目ありますよ。はい、実はここですね、はい、昔放牧場だったんですよね。江戸幕府の時代ですね。はい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 、馬土手といって馬がこれ以上先に行かないようにこの土手を作ってですね、はい、ここに放し飼いされてたというふうに伺っております。へえ。開墾開拓される前はその広い何もない土地を有効利用して馬を放牧してたって、はい、人が住むとこじゃなくて、はい、ここら辺の地名が駒返しっていう地名になるんですよ。はい、ここで駒を返す、まあ、馬を返す場所。すごいわ、はい、住所駒返し。駒返しっていうあざがありますね。え、そしたら向こうは駒返しじゃないんですかね。向こうは違うんですよね。あ、そうですか。ここまでが駒返し、はい、はい、この辺りのことを駒返し。これは聞かないと分かんないですよ。なるほど。なんか普通、普通っていうか多くの神社は神社がもともともう千年前からありますよっていう歴史と地形とかの方が多いですけど、八幡神社は150年でまだ神様も若いお社やから、はい、その前の歴史が残ってるっていうね、はい、逆転現象が起こるんですね。この歴史を考えるとワクワクしてきますよね。これ八幡神社ならではですよ、はい、ここですか。ここなんですよ。ちょうど境内、境内というかお社の真裏。そうです。ここも境内地。こっから先がですね、はい、今までの倍ぐらいあるんですよね。あ、道路、まあ、鳥居、参道からお社と同じ広さぐらい、大きさぐらいの境内地が広がってる。そうです、まさに森ですよね。森ですね、はい、いや、一気に空気変わりますね、うん、まあ、都会で暮らす佐々木さんに、うん、はい、ここで深呼吸をしてですねリセットしていただければなと思いまして。うわ、嬉しいです、はい。これそれこそ八幡神社じゃなくって歴史がもう500年1000年ですっていう神社の後ろの森は入れない神域が多いですから、こうなんて言ったらですかね、言い方難しいですけど、気軽に入れる神域というか社号、森も珍しいですね。なんか僕ちょっとね間違ってたなと思ったのが、八幡平らです、砂ぼこりたくさんあります、バイクで走りにくいですって思ってましたけど、やっぱりこれだけの森がもともとあって、
それを切り開いた先人たちのおかげで平らな境内というか見通しのいい道路があるってことだったんですね。そうなんですよ。ああ、それもやっぱここに来て先人たちのなんかなかなか森に来て先人たちのその苦労を感じるってことないですからね。まさに神域です。今日どうもありがとうございました。いやいや遠くまでね、ありがとうございます。本当に目力が素敵な大野さん。大野さん、あの普段参拝者の方でこれ見て来られた方とか喋りかけても大丈夫ですか？あ、もちろんです。ぜひ、はい、ぜひお声掛けください。多くの方に、はい、ですね、はい、まだ独身なので独身でございます、はい、ちょっと僕離れるんで、はい、あのマスク取っていただいて結構ですよ、はい、離れますから、はい、よろしくお願いいたします。何をです何をなんですか、よろしくお願いしますって言ったら今回もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。一緒にこの番組盛り上げてください。